熱海土石流災害を受けて施行された県独自の森土規制条例をめぐり条例の廃止も視野に検討する県議会の特別委員会が開かれました熱海土石流災害を受け一昨年七月に施行された県独自の森土規制条例をめぐっては厳しい審査や罰則の強化により業界団体から工事の遅れや経済的負担を懸念する声が上がっていました また国の森戸規制法が去年5月に施行され二重での規制になるといった指摘もありますこうした状況を受けて条例の課題を話し合う県議会特別委員が初めて開かれました昨日はこの委員会で条例の廃止や改正などを視野に検討することを確認したほか建設業に携わる協会など関係団体から課題を聞き取ることを決めました委員会は 来年の県議会2月定例会までに、県条例についての方針を固めたいとしています。